どうもみなさん、トシです。Hello, this is Roy、right.。いや、今ね、このポッドキャスティングを録音している時間はもうなんと11時過ぎ、夜。とても遅いんだけど、まあ、なんせね、あのー、ずーっと今仕事してて、で、電車で帰ってきて、まあちょっと遠くで働いてたから、今日はすっごいあの <laughs> こんな遅くにポッドキャスティングをやってます。<laughs> まあね、とにかく電車に乗る時間が長いんで、東京に住んでると。いや、yeah. 本当に長い。Yeah, Very long. <laughs> Very long. であの特に通勤にかかる時間が本当に長いなと思うの。あの、イさん通勤するってなんていうの英語で通勤する ?Commute?Commute.、Um, あそうそう。通勤<気> <Yes. S 1> あの、通勤するっていうのは今微妙に知らなかった通勤するって言うんです。これ通勤する。通学するは ゴトスコウああ、は、oh, right. uh, yeah. あ、yeah. o school or t ト work. じゃあ、あ、o コミュートスコウウティュート、ツーガクスル。コミュートウォッグ、っていうとなん、uh, okay. だい、うん、通勤する。通勤する。そう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 。覚えたね新しくねシクネ。m ミュートっていうのは通勤するって動詞なんだで、あのー、非常にこの、実はこの間人から聞いた話で、日本人が

まあでもそうだなってあの住んでると自分は東京に住んでるからわからないいやわからないね <laughs> まあアメリカで働いたこともあるんだけど <laughs> その時はすごく田舎で <laughs> 田舎ってわかる田舎田舎カントリーサイドああカントリーイルそうだからで電車もないから <Yeah. S 2> でまあ田舎って基本的にさ安いじゃない <laughs> だから会社の近くに住んでたから車で5分ぐらいのとこ <laughs> だったので、<laughs> まあ、それはちょっと、<laughs> なんだろうな。全然、状況が違ったんだけど、まあ、とにかく、こうやって日本に、東京に住んでると、本当、通勤時間長いし、長いなと思ってたんだけど、世界で一番長いっていうのを知らなかった。<laughs> うん、本当に。Yeah. But when I first came to Japan, well, to Tokyo, I was quite surprised by how many trains there were, and、uh, I guess there are several different companies、うん、that own the train lines. ああ<ー>、<right? S 2> それは、<So S 2> いやロイは日本に来た時は本当にもう電車があのいっぱいあって、例えば山手線とか、mm hmm. もうしょっちゅう、しょっちゅう電車が来るっていうの <laughs> そうめんしょっちゅうって、frequently, Fre <quently? S 2> often.、No. <Yeah. S 2> And, してたくさん train の電車の線があるね、やあ,あ、や、ね、<Yeah. S 2> あの、や、ね <Right. S 2> うんまあ、や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 あ、もちろん JR とかもそうだけど小田急とか違う会社が全部そういう電車の線を持ってるっていうのも、なかなかロインとっては、quite surprising、驚くべきことだったと。Yeah. Right, right. うん、まあ

obsessed with that。だからそれをオタクって日本語で言うんだけど。「あ、なる」?「なる」はちょっとネガティブ。「なる」はちょっとバカみたいな意味でしょ。はいはい。まあだから、「なる」「geek」じゃ、「デンシオタクはなんていう?」「uh, train geek」「train geek」。Yeah, でもアメリカであのプラットフォームであの電車の写真撮ってる人とか見たことあるよ。 そういう人たちじゃない電車をクって。まあまあいいや、それでこれだけ長い続き時間だとさ何をして時間を潰そうか時間を潰すってわかる英語で時間を潰す What's kill time? kill time. 潰すって日本語だとなんだ Like a squash? Oh yeah, squash? だから日本語だと時間をなんか 直訳するとスクワッシュタイムとかって言っちゃうんだけど、oh. それは英語ではキルタイムかな？じゃあ、そうロイは電車で乗ってる時に時間を潰すために何をする、mm.？So how do you kill time during your commute？そう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 。ロイは？Oh,、mm. well,、um, I used to buy books、mm. and、uh, just just read books on the train. Mm. Mm.

すごく心地がいいというか、feels more comfortable? Yeah, comfortable, more natural. So, 人はね。でも、昔ほど電車で本を読んでいる人はあんま見ないよね。はい。I don't see very many people reading now. It's not true anymore, right? Yeah. で、スマートフォンをいじっている人が多いじゃん。Yeah. Everyone has a smartphone now. スマホいじる? <laughs> いじる。Like a playing with smartphones. So, oh, okay. You have yeah, any? So you have any description for like Many people on the train. Mm. They are playing with smartphones. Yeah, just playing with their phone. Playing uh, with or wasting time. Wasting time. <laughs> playing with their phone. <laughs> <laughs> まああのー、ロイの場合じゃ本を読んだり、うん、もしくはたくさんの人がプレイウィズスマートフォンかな <Yes. S 1> スマホいじってたりするんだけどあのね俺はね電車の中ではねほとんど音楽とかラジオ聞いてる、うんうん、なんかね読むっていうじこと自体がね嫌なよっちゃうんだよ電車に酔,酔うってなんていうの酔う酔,酔う酔う

ラジオとか聞いてると、mm hmm. あまりあのモーションスティックネスをゲットしないのよ。ああ、so you, you don't get sick. そう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 。<Okay. S 2> だから、そうだね。結構音楽とかラジオを聞いてるんですよ。Mm hmm. で、あの、まあのまいろんな人が、いろんな時間の潰し方するでしょ。窓の外を見てる人もいるし、mm hmm. ぼーっとさ、何にもなんか窓の外をぼーっとかって見てる人。<laughs> so you just stare outside? Mm. Just look out the window. Just look at yeah. look out the window. Yeah, look out uh -huh. the window. <laughs> so uh, Just hold on. Hold to on the grab. Oh yeah, you could just grab, but hold on is your your hand is staying there, so you're holding on to the.

holding hanging handle hold on to to まあいいででしょかはなかにこうちょっとしがみついてるみたいいいななそうう人もるるわけだほど。そのののハンドルり上に体重を乗っけてるるみたいななほどね まあちょっといろんな表現ねあねボキャブラリー増えるね <Yeah. S 1> ロイ先生ありがとうございます <laughs> でまあ電車の中では本を読んだりボーッと窓の外を眺めたりいろんなことがい,やいろんな人がいろんなことをやっていますが実はですね <laughs> 今ね適当にインターネットで調べたんだけどあのどうやって 電車の中で時間を潰すといいかっていうそういう英語のサイトを見つけましたまあどうせ時間潰すにしてもさやっぱ楽しかったりとか将来のためになる生産的なプロダクティブっていうの生産的なことの方がいいじゃんだからまあそういう意味で、えー、良い電車の中での時間の潰し方っていうちょっとサイトを適当に見つけました英語ですちょっと、えー、5つかなあ5つあるね

このウェブサイトにはそう書いてあるとじゃあ二つ目はこれ何 So number two is read or listen to an audiobook これオーディオブックって日本語でもオーディオブック全く同じてかこれ逆に日本語ないんじゃないカタカナでみんなオーディオブックって言ってるよ Yeah でもオーディオブック Be careful how you say that to ダメオーディオブックはオーディオブック Yeah it m i g h t might not make sense どういうことメイクセンスしないと。だって同じ。あ、発音いや、オーディオブック。ダメじゃどうやって言うのオーディオブックって。アーディオブック。アーディオブック。いや、オーオブック。これは、ボイまあいいや、やめよう。これはね、難しいね。アーディオブック。Did I say i オーディオブック。オーディオブックじゃなくて、アーディオブック。一つ言えてんのは、やっぱりアクセントだよね。例えば、日本語ってフラットじゃん。 オーディオブックって言っちゃうんだけど、アーディオブックが強いし、あと、クって言っちゃうじゃん、最後、K のところ。だけど、これは K で終わるから、クじゃなくてクで終わるから、アーディオブック。インスタではオーディオブック。でしょ。まあ、こういうアクセントとか、シーン、母音のとこですよね。まあ、発音はさておき、これはさっき俺が言ってたやつじゃん。Listen to audiobook.Motion sickness 読っちゃうから、読まないで、 Listen to 自分は。right. ロイは、オーディオブックは聞く No, I sometimes、uh、I listen to a podcast, but not an audiobook. No. ー <Yeah. S 1> オーディオブックってね、いろいろあるんだけどあの、結構面白いよ。Oh, <really? S 1> うん、mm hmm. あ、のね。 自分は結構ロングストーリーなやつを、oh, <yeah. S 1> うん、聞いてる。Hmm. あと、あのー、もちろん英語のね、hmm. あのオーディオブックは勉強したりしますけど、じゃあ3番目いきましょう。Uh, so No.3 is Scheme.Scheme? Sch 何 Scheme って y e a h so this is、um, maybe b r a i n s t o r m、uh. i n g so、uh, p l a n n n i g w h a t What you want to do in the future or <ー> kind of daydreaming, I guess. ああ、なるほどね。まあ、スキームっていうのはさ、もともと、これ、辞書で調べると、まあ、計画、基本構想とか、考え、枠組みとかっていう、まあ、あと、陰謀っていう意味もあるね。か

Planning what you want to you do あなるほど。<Yeah. S 2> つまり自分の将来こういうことやってみようとか、えー、なんだろう、ビジネスのプランを立ててみたりとか、right, right. そういうことかな。Mm. つまり将来のためになるようなことをちょっと考える。Mm. まあ人間考えるのも大事だからね。Yeah, 時にね。Right, right. あのまあそういうことなんだろうね。Mm hmm. <laughs> えー Number four is uh, professional or personal development. Hm. Professional. Well, so just um uh, this also is focusing on making use of your time, I guess. Uh trying to figure out uh ways to do small tasks or Uh, using that time effectively <ー>。<So S 2> でも、なんだろう、これ。えー、っと。あ、ここに書いてある listen っていうのは industry podcast。例えば、じゃ、あちょっと普段の仕事の。勉強をしたりとか。y e あ例えば、資格とかね。y <Yeah>, e <right. S 2> 資格の toeic の勉強をしたりとか。y <Yeah>, e <yeah. S 2> そういうことかな。so it's quite similar to the other。 うん、でも今言ってる professional personal development って言うのはあのもっとくって言ってうと、like、どれこそ、また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 、ま o また、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 まスキームってた、うとまううた、ま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 た、た、いた、また、また、た、ま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 また、 で今言ってるのはどっちかっていうと、まあ、ちょっと、じ具体的な資格の勉強とかね、mm. する。Mm. 具体的なって何ていうの英語で具体的たいテキ specific? あ、task。ぐたい何か、ことをやるう、そ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 かそう、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 やってうとと、そとそう、一番ピンとくると思いますそう、そう <laughs> <laughs>、えー、 Number 5 is unwind. unwind yeah. Un yeah, the opposite direction. So、similar so, uh, words or phrases would be to uh relax relax. Oh. Yeah, or yeah. take a break. チェロアウンドやアウンドってうんかこうやって巻くっていうじゃん。や、あそっか、巻くことによってきつくなるんだ、tighten。きつくするって tighten でしょ。はい、はい。つまり、アウンド逆にゆるくなるってこと loosen. あそっか、ゆるく逆方向に巻くからゆるくなるから relaxing. Yeah, <laughs> it makes sense. Yeah. Uh, 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 uh. yeah. If you wind, it tightens. Yes. Uh, you can tighten it by winding it. But if you wind in the opposite way, you can loosen it. Right. And then, if you loosen it, it's it's more relaxing. Yeah. Tightenはきつめる, uh, uh, loosenはゆるめる. <laughs> Yurumere. Oh, I see. 知ってた?これ. <laughs> <'Cause laughs> no, I didn't know that. <laughs> <もう顔に書いてあるもん。そんなの知らないって> <laughs> 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 キツメル、ルーセン、ゆるメル、ゆるめる,緩めるそう。Oh. で、まあアンワインドは、えー、リラックスする。これは、そうだよね。例えばさ、ささっき言ってたのじゃん。Look at the window.、うん、で、ぼーっと眺めんの。Or to music. あ、それはそうだね。S, yeah. <S だって、これは、そうだよね。なんか、疲れたりすると、もう自然にこれやるよね。うんうん、で、あのささっき、 ボートと眺めてるって言ったけどボートって言かやくどる。ーあ、とってなんか訳せる look,、uh, like, you know, あ、あ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 あ、e あ、あ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  i n あ、あ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 あ、ーあ、とあ、あ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 っああ、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 あ、

not thinking yeah or、uh, yeah look out the window not thinking about anything、uh, not thinking about anything、ね、yeah ちなみにこの thinking ってのは分子ですね何々しながらまあいいやなるほどまあちょっと点、ちょっとでもこれはこの五つの時間の潰し方ってさ、うん、なんか典型的どこにでもあるっていうかテピカルな感じがしますよねどこにでもある感じですね <Yeah. S 2> さてじゃあ ロイ的にはさねこの今までの、まあ、5つの時間の時間を取り戻すことができないので、い,い時間の潰し方ってなんだと思うそれを聞いてみよう。After knowing all these, in your opinion, what's the best way to kill your committing time on the train? Yeah,、um, I would say to avoid your smartphone. <laughs> <笑><笑>えなんでなんでなんんでで、yeah. well it's it

If you start playing with smartphone, スマートフォンなんかをちょっといじり出しちゃうとこの五つの時間のつぶし方に当てはまらないか、mm hmm. だからとりあえずスマホを忘れろみたいな感じですね。<Yeah. S 1> ロイが言うには。 自分の自制しんかな自制しを自分のコントロールするのとてもいい練習になると。自分をしつけるってことかなこれ。自分をしつけるってなん何との律するっていうか。しつける。ディシプリン l i ディシプリン。s e l f c o n t r o l or discipline. s e s l i e l f d i s c i p l i n e なんかあれだね、修行僧みたい。 いいね。まあでもいい、ね yeah. まあんで意見では電車の中で、一番のい,い、うん、えー、時間のつぶし方、時間つぶし方、ね、え、やる、yeah, right. うん、はこのポッドキャスト、聞くこと、え、やこれがいいですう,そ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 う まあで少しでも英語の語彙を増やしてほしいという思いがあります。<笑><笑>ということで皆さん、えー、いかがでしたでしょうか、えー、結構たくさんの表現とか語彙が覚えられたんじゃないでしょうか、えー、また、えー、こんな感じで違うトピックについて、えー、話していきたいと思います。では今日はどうもありがとうございました。Yeah, thank you for listening.